クレアライン、クレアライン、クレアライン、クレアライン快速便時代のクレシ交通局、車両クレアラインは、広島市とクレシを結ぶ高速バスである。広島とクレを結ぶ路線は、1942年7月に開業した、省営自動車秋線が前身となる。クレにある海軍交渉に勤務する、行員輸送にあたって、当初はクレ線の伏線化で対応する予定であったが、 複線化に時間を要する一方で輸送力増強を急遽行う必要に迫られたため輸送力増強分を自動車輸送で行うことになった。鉄道と完全に並行するこの区間に省営、バス路線が開設されたのはこのような経緯によるもので国鉄バス4原則の鉄道の代行に相当した。戦後、1949年には 広島電鉄と呉市交通局も同区間に参入、中国地方自動車局管内では初の共通乗車制度が導入された。その後、1960年代には日本全国で長距離路線バスの運行が開始された時期、秋線においても1962年から下松と呉本通り13丁目を直通する国鉄バス瀬戸内再線の運行も開始されているが、 1970年代に直通運行は休止されている。1957年7月に営業を開始していた広島バスセンターは、1974年10月にビル3階に入るという大規模な改良が行われたが、この時に待機スペースが減少することになったため、国鉄バスでは秋線の一部を横川駅まで延長することになった。しかし、 横川駅周辺は他社の営業エリアであったことから協議の結果秋線の横川駅乗り入れと引き換えに広島バスと広島交通が雲毛南線のエリアである茅やニュータウンへの乗り入れを行うことで決着した1978年に呉市交通局が運行を中止国鉄バス末期時は広島呉本通り6丁目の他に広および飲みをまで 直通運転を行っていたが、国鉄分割民営化後、クレ線の列車増発などが行われたことから、一時、JR バスの広島クレ間直通便は廃止された。その後しばらく、広島電鉄のみで運行を続けていたが、1992年より、クレ市交通局が快速便として運行を再開。中国 JR バスも1995年11月より、 急行便として再開された。これらを広島呉道路全通により発展させたものがクレアラインである。一方、短縮後、広島坂まで運行されていた普通便の JR バス秋線は2003年3月31日をもって全線廃止され、路線は芸用バス及び坂町循環バスに引き継がれた。河川部は八丁堀行き特急便は経由なし当時、 あとに5原則となった。詳細は、国鉄バス国鉄自動車の5原則を参照。鉄道省国時代131号。官報1942年6月15日。広島、クレカンバストフェリー。3経路で、代替輸送。日本経済新聞。https、www. 日経 .com アーティクル。 ジャックスムーズ3 3 0万5 0 8 0 x 1八ア1 8 a 7 l c 0 0 0 2018年8月26日、閲覧。広島くれ、あが、広の運転再開について、中国 JR バス株式会社。 h t t p w w w c a u g o k u j r b u s c o j p スラッシュニューススラッシュポスト 231HTML2018 年9月21日閲覧秋ンに関するカテゴリーありがとうございます